なんかお父さん5人ぐらいの安心感があって、自分の生徒のように感じておりまして、非常に素晴らしい演技でした。ありがとうございます。本当に先生ですか？坂口優斗を演じられました藤原季節さんです。坂口先生を演じさせていただきました藤原季節と申します。本当今日は新世代が揃い踏みで、その中に肩を並べさせていただいて光栄です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。中井さんが藤原さんに助けられたことがいろいろあったというふうに伺ってます。はい、なんかもう全部です。全部受けていただいて、なんでしょう、大きくて本当に身長がじゃないですよ、心が本当に大きくて、なんか安心感がすごいあって、藤原さん、それこそ私ほとんど2人で撮影だったじゃないですか。なんかマイク持ってくださいよ。何でしょう。そう、ほとんど2人だったんですけど、他の皆さん、なんかクラスメイト、友達がいたりしたんですけど、だからにぎわいがあったと思うんですけど、2人だったじゃないですか。すいません、2人だったじゃないですか。で、静かでしたよね、周りに比べたらね。そうなんです。でも藤原さん1人でも、なんかお父さん5人ぐらいの安心感があって、本当にそこにいるっていうだけですごく助けられました。お父さん5人ですよ。ちょっとお父さん5人は分かんないんですけど、 いやでも本当、撮影してからもう1年ぐらい経つんですけど、今でも中井さんはこうちょっと特別というか、自分の生徒のように感じておりまして、なんていうんですかね、本当今日はおめでとうございます。非常に素晴らしい演技でした。ありがとうございます。本当に先生ですか？なんか先生っぽくない。いや、すみません、今日はね。すみません。いや、でも本当に自分の出演している映画を見て、中井さんと2人のシーンを見て、本当によく頑張ったなというか、僕は本当、中井さんのから出てくるものを受け止めるだけだったんですけど、それにしても本当に素晴らしいものを出してくださったなと思って感謝してますし、本当この映画を見た時にやったなって思ったんで、本当東京国際映画祭でこう来て歩いてるのもそうですし、今日もそうですし、本当おめでとうございます。ありがとうございます。卒業証書みたいですね。素敵です。ありがとうございます。